思って、あのここあんまり動いてないですね。ここをこうやってあんまりやんない方がいいですね。そのままパタン、ここがこっちへパタン入れ替わる感じ、ね、こうで彼しっかり握ってるとこうなっちゃって、これがこう緩んでるとこうなっちゃう。でしっかり持ってもらってればこうなってる、そういう感じですね。であんまりこれをこうやらないで、やらないで、ここは動かない。でここ、こう、こうね、そういう感じでちょっとやりましょう。こう詰めてやりがちなんですよね。相手がいるから、寄り所欲しいから。でこう寄り所なんですけど、あんまり寄り所にを求めていく、自分 でここはあんまり気にしない、気にしないでこうね、ただ入れ替わる、そういう。で姿勢大事ですから、姿勢はこうよっかからないで普通に、普通にしてる、普通にしてて、向こう自分の意識向こうで、こう見てるとここになっちゃうんで、あんまり見ない。ここまで来たらもう見ないね。向こう、今度向こう見てるのは向こう。だからあんまりこうずっといつまでもこうやって見てない。こうここまでは来たらもう今度は向こう入れ替わるという、そういう感じね。それが大事だと思うんですよね。姿勢大事ですから。でまっすぐ行って上からまっすぐね、はい、いつもやってるやつですよね。来て向こう上で腰が変わって上から下、こういう感じ。こう来て向こう上、真上ね。上から腰が変わって、じゃあこれゆっくりやりましょう。今度はもろ手でね、こうこう来てね、同じですよね、同じ。来たら向こうね、上、こうもろ手だとがっちりこうやって持ってくれてる人いないの。なぜかって言ったら、これ二人とも、二つとも手死んじゃってるから。ってことは、彼女は何もできないのね。自分の手使っちゃってるから。あと蹴りしかできないでしょ。こう外されちゃうと、この手どうしようもないの。だから、本当はこの手は自由に外せる手なのね。もう二つの手で、一応二つの手でこうやって持ってるんだけど、いつでも外せる。この手。それ意識してなきゃいけないわけ。だから、もろ手で、はい、持っててくれる人いないから、こうやって。いつまでも。だから、ぐーってこの手嫌な手だなったら、こう、すぐできるの。そういう手なのね。で、なんか、やれるって、そういう手なの。だから、もろ手で持たれたときは、この両手とも持っていざられないようにしておかなきゃいけないわけ。この手、離したらなんかやられちゃうなっていう状況で、いつも考えてるのね。ってことは、この手、殺してなきゃいけないの。殺してるということは、この手が離れたら、これ、離せるような状態。こういう状態にしちゃいけないのね。だからずっとこうやって入ってればもうこれ離せないですよね。離したらやられちゃうから、これで支えてるっていう形にしておきたいわけ。だからそのためにはいつもこの、いつもこの線、この手、この手が一番危ない。でこの手離してポン来るから、だからいつもこの手意識して、近い手、さっき転換した手ね、転換した手、この手意識してるので、転換してさっきと同じようにこの線にこう入ってくれば、彼女手離して、この手離してもできるわけの位置ね。そういうふうにやりたいわけだ。手離されてもいいように、もろ手の時はね、もろ手の時に、特にもろ手の時はこの手離してくるから、離してやられた時には僕はなんかできてる、そういうふうにやりたいわけね。その辺注意して、同じようにね、こう持たして、もう後ろ入ってんのね。だから来ても全然この手平気いきますよ。そうです。じゃあもろ手で少しやりましょうか、ね、来た時にね、この手こうやってなっちゃダメですね。こうなったらもう僕もろこの手ね、もろ肘が空いてるから脇取られちゃう。だからいつも脇が閉まってる、こういうふうにね、縦に入ってる。でこの手がパッて離れて何かやろうとしてもちゃんとカバーできてるってことね。だからちょっと意識的に起きた時にこの手外れてくるんだと思って、ちょっとねこういうふうにやると、もろ手と同じなんだけど
初めからこの手外れてくるものと思ってんの。でもろ手で来たのね、もろ手で来たのね、で持ってきたのね、でも外れてくるの。だからちゃんと持ってんのかって。そうするとこうなって、こうなだから最初持つ人はこっちからこうやって、まあこうやってやったら持てっていくわけないんだよね。大体そうそうね。で横からこうやってね、この手嫌だから、この手嫌だから、この手足だ、持つ場合はこっちから持つの、こうやって。そしてこう両手持ってくるね。でこの手外せるので できるんだけど、彼はこう持ってきちゃうから、持ってこられちゃうから僕はやられちゃう、そういうストーリーね。そういう物語。こう言って正面から行かないから、誰も。これ正面行ったらどうなっちゃうかっていうと、こうやってたらボカってね、これ来て終わり。だから必ず線を外してこっちからこうやって持ってきたの。そしたら僕は外してポンやりたいわけで、その時に彼はこう外してきたら、でこの外れてくるのを感知してるわけ、感づいてて、そしたら持ってるの、上から、上だから、そうそうそう、上から。僕はできなくなっちゃうのこれね。でやりたいんだけどこう今やってきちゃうからできなくなって、この手も使えない、そしてパタンと倒れると、そういうストーリー。そういう稽古をちょっとやりましょう。どういうことかっていうと、来たらすぐ持ってんのね、すぐパッて来たらもうこの手、この手来て、上からもろ手なんだけど、もろ手なんだけど最初にこっち持ってんの、この手感づいてる、感づい、気づいてる。じゃあちょっとそれやってみましょうか。